佐々木投手ロッテのもうやっぱり股関節の使い方めっちゃうまいです反動を使って,てこっからこういくのできあれができるって結構その我慢できるしなんていうんだろうこのひねりとこの,この辺の。 やっぱ反動も使いいやすいですで、ね、我慢できてこっから一気に爆発できるのででも結論から言うと足をこう降りる時にこっちにちょっとこうこっちに入るっていうのは女の子座りでしょ要は僕らで僕そうです女の子座りができる人はそれができるうんだからそれはもう理にはお二人とも理にはかなってるってこと僕いやあれはあの使い方できたらっていうよできたらでき,できたら あれはいいっすよねあの使い方ができる子供は絶対やるべきです、ねうん、ああそうなんだはい股関節の使い方が毎日から伝えるイメージはしやすいですねこう締めるんでキュッと。うん